教育権とは、教育の方法を決定し、教育を実施する権利である。基本的人権である教育を受ける、権利、学習権とは区別される。子供の有する教育を受ける権利に対応して、親権者、教師、または国のいずれかまたはすべてのものには、子供に教育を受けさせる責務が伴う。教育権は、この子供に教育を受けさせる責務を果たすため、 教育を受ける権利から生じる権能、権限である。教育権自体は国家が個人の領域に対して介入することを排除する自由権、国家に対し弱者保護のため積極的な作為を求める社会権のいずれでもなく人権ではない。国もその主体となり得る。教育権について争われている重要な問題は、その権能が誰にあるかである。 大きく二つの立場が主張された。以上のどちらか一方のみに立つことは難しい。例えば前者の国家の教育権の観点は、その時々の政治的多数派に支配される議会、国会によって教育が左右されて良いのかという問題や子供の個性に応じた全人格的な教育を行うには必ずしも適さないなどの問題を導く。公立学校における国旗、 国家問題は前者の最たる例であり、内心の自由が政治的多数派によって脅かされるという問題を提している。後者の国民の教育権もまた十分ではなく、例えば全国的な教育の機会均等を図る要請には十分に応えられない。また国民が積極的に教育権を行使することは考えにくい。ことから、 国民の教育権という思想は教育の直接の実施にあたる教師が議会、内閣の制御から離れて独創する危険性もある。よって、現在、教育権は国と国民の両者に損するとする両者の接中説が有力である。旭川学力テスト事件において最高裁判所は接中説を取ることを示し、学説においても接中説は 多数説となっている。ありがとうございます。